進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくりたまえ。ひどい匂いだ。ティファ。クラウド。7番街へ急がなくちゃ。あ。エアリス巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの？助けられて、助けて、また助けられてる。ん？ごまかしてない？どうして助けてくれるのかな？ここに住んでるのかな。コルネオが飼ってるのかもな。餌はコーヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレート落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でももし本当だったら。え？万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよしでしょ。うん。ティファ、どうした？水路をたどっていけば7番街に着けるはず。うん、6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か。ううん、下水道はアバランチの逃走経路。
いざって時のね。ここを通るの真っ暗だね。平気なふりして行こう。ねえクラウド、コルネオの話が本当だったとして、その場合シンラの狙いは何だと思う？シンラの本当の目的、私たちを潰すためだけなら代償が大きすぎるよね。七番街の破壊と引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよね。だってコルネオだもの。おそらく発電施設だ。すっごく古そう。魔鋼以前の骨董品だ。いくら神羅星でも動いたら奇跡だな。あ、合鍵、ジェシーたちが作ってた。水の中にお宝？探すぞ。ここ、この大きな水路知ってる。向こう側は7番街だよ。6番街との境目か。とにかく7番街側の扉に入ろう。スラムに繋がってるはずなんだ。簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない。迷わないようにしないと。落ち着いて乗り切ろう。うん、そうだね。ついてる。向こうに渡れるよ。先に渡って様子を見る。ダメ、最悪の事態考えちゃう。気持ち、わかるよ。七番街の破壊なんて、タッチの悪い冗談。もし本当でも、ギリギリで中止になる。そうなる。うん。エアリス、何か知ってるの？え？ティファ、エアリス、一人ずつ渡ってくれ。了解。先に行くね。うん。と、エアリス、来ていいよ。わかった。よっと。ありがとう。どういたしまして。クラウドも。行こう。うん。また最悪の事態？うん。どんな未来でも変えられるよ。私そう信じてる。そっか、そうだね。楽しいことも考えるの。七番街守ったら。守れたら上で買い物どう？例えば雰囲気のある小物や食器を探すの。ティファと？よければ。絶対行く。クラウドは荷物持ち。いっ
ぱい持たせちゃう。俺がどうかしたか？なんでもない。悪いな。いえいえ。あ、これ見て。店の貯水槽に同じようなパネルがあったよ。流れる水の量を調節するの。なんでも屋さん、どう？排水、これだな。らしい。赤いランプは排水パイプの詰まり、手動ポンプでゴミを押し流してくださいって。私店でやったことがあるよ。よし、俺がやる。エアリスついてきてくれる？クラウドは他のエラーが出ないか見ていて。いや、俺が。力の差がありすぎるとダメなんだ。すぐ戻るから。うまくいったな。頑張ったよね。うん。俺が先に行って出口を確保する。クラウド！見逃してはくれないね。私たち美味しくないよ。先に行け。クラウド！